じいちゃん、入山の衆だ。満州へ行くのか。盛大な見送りだな。衆が出て行くぞ。見送りに行こうぜ。本当か。父ちゃん行ってきてもいいか。ほらも行く。よし、彩子も来い。京太行こう。死体の人を導きて正しき平和打ち立てん理想。海を渡って行くんだ。バザー昭和6年に始まった日本と中国との長い戦争がまだ続いていた頃、開拓団として満州へ渡っていく人々がいました。満州国は当時みんなが支那と呼んでいた中国大陸の東北部に日本軍の介入によって作られた国で、その土地の開拓は日本の国の重要な事業になっていました。そして満蒙開拓という国の呼びかけに応えて、日本中の農村や町から大勢の人々が新天地を目指して出発していったのです。指導者となり、天皇陛下のありがたき祭りごとのもとにアジアの国々が一つになって栄えようということだ。その大東亜共栄圏を成すために大切なのが五族共和の精神と王道楽土の建設だ。吉崎、五族共和の意味を言ってみろ。はい。五族共和とは満州の5つの民族が互いに手をつないで仲良く助け合うことです。ああ、よし、さすが球長だ。その五族共和の理想郷となるのがこの満州国だ。満州は日本の兄弟国だ。開拓団や義勇軍の人たちが大勢満州に渡って開拓に勤しんでおられるのは、まさに大東亜共栄圏の理想を築くお国のための大切な仕事なのだ。え？京太、京太、なんだよ、雄介。鈴木！バカ殿！鈴木、五族共和の五族とは何か言ってみろ。
日本と蒙古とそれから馬族。バカモン、一体何のために学校に来とるんだお前は。でも先生、ほら今に満州へ行ってでっけえ大陸を馬で駆け回るんだ。そうか、鈴木は大陸に渡りたいのか。右前方に敵発見。敵は3機、我が陣営に接近中であります。よし、爆弾用意。準備完了。こちらも完了。よし、突撃。鈴木少年飛行兵行きます。いくらか良くなったか。うちまでもうちょっとだ。頑張らにゃ。大丈夫か。おぶされ。早くおぶされよ。ありがとう、きょうちゃん。母ちゃん、また悪いんか。学校来る暇ないんか。姉ちゃん、学校辞めて働きに出るんだって。ほんとか、節子。ケンジ、大きくなったな。兄ちゃん、その足。シナの戦線でな、もうお国のために戦えねえ体になっちまった。栄一、ご苦労だったな。ゆっくり休め。ジオ、今日は白い飯炊いてやる。あんな体になっちまうなんて、一体なんてことだろう。オラが形取ってやる。オラ、絶対少年飛行兵になって、兄ちゃんをあんな体にした敵を片っ端からやっつけてやるぞ。おめえにゃ何も分かってねえ。おめえは戦争の本当のことが分かっちゃいねえんだ。どういうことだよ、父ちゃん。もういい、おめえは寝ろ。本当にえれえ時代になっちまったな。父ちゃんの手、父ちゃんの手は大きい。ゴツゴツして硬くて、指は太くて木の根っこのようだ。暑い夏にも桑を握り、寒い冬にも藁をなう。土の中から米も麦も何でも作り出す。俺の手も早く父ちゃんのようになれ。うん、よく描けてるぞ。土を耕して生きる農民の姿がよく伝わってきた。バカモン、なぜです。なぜあの作文がいけないんですか。
親の働く姿を見て素晴らしいと感じたんです。私は子供たちにその素直な気持ちを書かせただけです。あなたの授業は教科書も使わず自由勝手にやっているそうですな。国の方針からだいぶ外れてますな、吉崎先生。私はただ子供たちの自由でおおらかな気持ちを素直に伸ばしてやりたいだけです。どうやらあなたは危険な自由思想をお持ちのようだ。何を言うんです。吉崎、すまんが君には学校を辞めてもらわねばならんな。そんな父ちゃんはなぜあんなこと言うんだ。許してくれ、許してくれ。兄ちゃん、どうしたんだ。どっか具合悪いのか、足痛いのか。兄ちゃん、兄ちゃん、いいのか仕事なんかして。何もそんなにせんでも、もっとゆっくり休んどりゃええのによ。兄ちゃん、昨夜ずいぶんうなされてたみてえだけど、シナでなんか怖いことでもあったんか。父は一体どうしちまったんだろう。すっかり変わっちまって。見たくねえものをたくさん見せられたんだろう。そっとしといてやれ、千代。忙しい稲刈りの季節には、隣近所の農家がお互いに手伝い合って働きます。ゆいという農村独特の共同作業です。学校も休みになり、子供たちもみんな稲刈りの手伝いや小さな子供の子守で遊ぶ暇もなく働くのです。みんな、おこびるよ。これで利作さんとこの田んぼも終わりだな。すまねえな、みんな。なに、おたげさまだ。次はおとまつさとこだな。だけど、こうして取れた米も地主様やお国への供出米で持ってかれて、おまけに訳もは兵隊に引っ張られしまって、わしらどうしても。しっ、そんなこと言うもんじゃねえ。特攻や憲兵の耳に入ったらどうするだ。山下の一平爺さんみたいに引っ張られて一毛さ。どうした、辛抱。こんなところでみんなと一緒におこびり食わねえのか。なんかあったんか。姉ちゃん、稲刈りが終わったら紡績所行で行っちまうんだって。ほんとか、それ。行かにゃならんのか、せっちゃん。もうちっとで6年生終わるじゃねえか。学校を卒業するまで待つわけにはいかんのか。もう紡績工場の人から3年分のお給金前借りしちまったから、真珠の足直すお金や母ちゃんの薬代なんか一平かかったもんで、少しでも早く借金消さねえと。ほら、大丈夫だ。どうせ卒業しても上の学校行けるわけでねえし、それに働くの好きだもん。京ちゃん、
今までいろいろ親切にしてもらったな。ありがとう。さよなら。あ、せっちゃん。駅まで見送りに行こうぜ。京太、何してる？行かんのか？俺は何にもしてやれ。俺らの力じゃ何も。その年の12月8日、日本はアメリカやイギリスとも戦争を始めました。そして戦争の足音は、やがて賢治たちの身にも間近に迫ってきたのです。始まること公園に国を立つること信仰なり、我が臣民欲中に欲公に。もうみんなも知っていると思うが、今年も我が校から満蒙開拓青少年義勇軍に応募する者を何人か出すことになった。この義勇軍の使命は満州の土地を開拓し、農業をもって五族共和と王道楽土の大東亜共栄圏理想郷を建設することにある。すでに日本中から約7万人もの若者たちが満州へ渡り、尊い開拓の仕事を続けている。お前たちも心意気のある者はぜひとも義勇軍に応募してほしい。満州に行けば十町部の土地がもらえるぞ。どうだみんな、満州の地は星雲の志に燃えるお前たちを待っているぞ。はあ、ゆうちゃん、おめんとこも来たんか？もう二軒も来た。おらんとこもだ。純平、おめんとこは？おらんとこは三軒も来た。おい、ケンジ、おめんとこは？あ、来たよ、うちにも。森先生、みんなのお家を回って義勇軍に誘ってるみてえだな。で、どうすんだ、みんな応募すんのか？ほら、行くことに決まった。ほんとか？ほら、本当は行きたくねえんだ。でも、おじさんが役場で開拓団の募集係やってるら、一人ぐれえ義勇軍に出さねえと顔が立たねえって父ちゃんたちを説得しちまったんだ。なーに、しょぼくれた顔してやがる。でっけえ大陸へ行って働けるんだ。こんないいことねえじゃねえか。でも満州には狼がいるって話だし、冬になるとしょんべんも凍っちまうって。おめえ本気でそんなこと心配してんのか？ところで京太、おめえはどうするんだ？ほらか、ほら、義勇軍に応募して満州へ行く。本当か？ああ、五族今日は王道楽土の新天地だ。お国のために働いて十町部の大地主様だ。これぞ日本男児の心意気よ。ほら決めたぞ。よし、ほらも決めた。満州へ行くぞ。よし、ケンジ、おめえも行かねえか、一緒に。あ、
ケンジ。遠慮なんかすんな。どうした、ケンジ。兄ちゃん、大陸は一体どんな様子なんだ。ん？日本は大陸に五族協和の理想郷を作ろうとしている。でも五族協和ならどうして戦争なんだ。どうして兄ちゃんは信濃で足なくしちまったんだ。ケンジ、おめえ満州へ行くことを考えてんのか。義勇軍か。京太たちが一緒に行こうって言ってるんだ。でも俺父ちゃんの手伝いしなきゃいけねえし。行ってみてえのか。うん、そうなんだけど。兄ちゃんは何をあんなに苦しんでたんだ。なんで大陸に兵隊がいっぺい行って戦争してるんだ。満州は本当に五族協和の理想のところなんか。それはオラにもわかんねえ。ケンジ、おめえは満州行くより勉強を続けろ。おめえは頭がいい。勉強を続けて、そのことがわかる人間になれ。京太、これ言って。満州なんてとんでもねえ。けど母ちゃん、俺は絶対に行ってみてえんだ。うちみたいなちっぽけな田んぼじゃなくって、満州のでっけえ土地を思いっきり耕してみてえんだ。そんなこと言ったっておめえ。京太、おめえの気持ちはわかるが、おめえがおらんようになったらこのうちは。じいちゃん、大丈夫か。そうだよ京太、兄ちゃんは戦地行って、じいちゃんだってこの通り思うようには働けねえ。おめえまで満州行っちまったらこのうちはどうなるだ。それは分かってるよ。けど、ほら、自分の土地を手に入れて母ちゃんたちに楽させてやりてんだ。お母さん、どうか京太君の気持ちを分かってやってください。けど満州には貴族なんかがいて危ねって。そんな心配はいりませんよお母さん。満州には世界一強い日本の軍隊がいて守っているんです。それに満州国は五族協和の理想郷です。京太君たちはそこでお国のための立派な仕事をするんです。何も心配することはありませんよ。なあ母ちゃん、オラもう決めちまったんだ。誰が何て言ったって行くよ。さあお母さん、どうか印鑑を。よくやってくれたね森先生。義勇軍志願者を3名も出せるとは実に我が校の名誉です。いえ、私はただお国と子供たちの将来のために。うん、立派な心がけです。五族協和の友愛精神を身につけた真の開拓精神に育ってもらいたいもんですな。は、私も同感です。まあこれで我が校への割り当て人数を満たすことができてほっとしたよ。は、私もこれで心置きなく学校を立つことができます。松本50連隊だったね。はい。森先生、教鞭を銃に持ち替えて立派にお国のために戦ってくれたまえ。はっ。京太。よう。義勇軍に志願したんだって。うん。ケンジ、おめえはやっぱり行かねえのか。うん。で、卒業したらどうするんだ。うん、師範学校に行く。師範？少年航空兵じゃねえのか。うん、勉強続けてと思って。そうか、オラたちがクワ担いで戦ってる間、おめえはのうのうと勉強かよ。オラはな、本当は誰よりもおめえと一緒に満州へ行きたかったんだ。ガキん時から何やるにもずっとおめえと一緒だったからな。だからオラは。ごめん、
なあ、ケンジ、今からでも遅くね。オラと一緒に満州行かねえか。なあ、オラと一緒に行ってくれよ、ケンジ。オラ、わかんねえだ。本当に満州がいいとこなんか、本当に五族共和なんか。ケンジ、おめえ、一体何言ってるんだ。本当に五族共和なら、なんで戦争する必要があるんだ。バカ野郎、何寝ぼけたこと言ってやがる。おめえがそんな臆病者だとは思わなかったぞ、ケンジ。オラ臆病なんかで言ってんじゃねえ。やったな、バカ野郎。泣き者、絶対に一緒だったのに。おめえに俺の気持ちなんか分かるの。バカ野郎、たまるか。師範に生きてんか。ほら、やっぱり勉強して。よし、わかった。おめえが選んだ道はおめえの道だ。俺は満州へ行く。でも俺たちの友情は変わらねえ。そうだろ、ケンジ。ほら、満州へ行っても絶対おめえのことは忘れねえ。うん、俺もおめえを絶対忘れねえ。手紙書くよ、満州から。おめえがわからねえって言ったことを、オラがこの目でちゃんと見て教えてやるよ。うん、本日ここに3名の満蒙開拓青少年義勇軍の若者たちを送ることは、実に我が村の誇りとするところであります。我々はここにこの3名の若者が勤勉力とあらゆる障害を乗り越え、父となる覚悟を持って新生満州国の体制と大東亜の新秩序建設のため、魂と桑を持って勇ましい心を発揮せんことを願ってやまないものであります。体に気つけるんだよ。心配すんなよ、母ちゃん。すぐに母ちゃんたちを呼んでやるよ。キョタ、無茶すんじゃねえぞ、キョタ。なんだよ、お母ちゃんもじいちゃんも。オラの晴れの門出じゃないか。笑ってくれよ、キョタ兄ちゃん。しぼ、キョタ兄ちゃん、これ姉ちゃんから。見送りには来れねえから代わりに渡してくれって。せちゃん、元気だったか。うん、姉ちゃんの工場は今度飛行機の部品を作る工場に変わったんだって。そうか。兄ちゃん、偉かったな。こんなに荷物持ってきてもらって。なに、このぐれはやってらんねえとな。そうだ、手紙来とったぞ。京太からだ。ケンジ、元気か。俺たちは今、茨城県の内原にある義勇軍訓練所で満州に渡るための訓練を受けている。オラたちの朝は厳粛な球場要配から始まる。皆様、いやさか、いやさか。
日本全国から集まった満蒙開拓青少年義勇軍に志願した少年たちは、ここ内原訓練所で約3ヶ月の訓練を受けます。そして満州の現地訓練所へ旅立っていくのです。そしてオラたちの中隊にもやっと満州へ渡る言い渡しがあった。この手紙が届く頃にはオラたちはきっと出発の時を迎えていると思う。どうしたケンジ。京太がいよいよ満州を渡るみてえだ。ケンジ、満州はもう危ねえかも。え？その年、内原での訓練を終えた約8000人もの少年たちが盛大な壮行式で訓練所を送り出され、希望に胸を膨らませて出発していきました。東京で球場を参拝した少年たちはいよいよ大陸へ渡る船に乗って日本を離れるのです。ケンジ、オラたちは満州の北の果て、ソ連との国境近くの現地訓練所で新しい開拓生活を始めた。ここではオラたちは満州開拓青年義勇隊と名前が変わり、3年間の訓練を終えると晴れて義勇隊開拓団の一員となって自分の土地がもらえるのだ。満州の夏は暑い。でもオラたちの胸は希望でいっぱい。声が地平に聞こえてちょっぴり心細くなることもある。お前らなんだこれは。もう子供じゃないんだろ。カツを入れてやる。歯を食いしばれ。時々先輩訓練生からどやされることもあるが、オラたち3人は励まし合いながら頑張っている。ああ、やっぱり遠いな、町は。ほんと、夜が明けねえうちに訓練所出たのに、帰りはもう夕方。買い出し係も一日仕事だよな。文句言うなよ。町の空気が吸えただけでもいいじゃないか。なんだありゃ。人たちか。一体どこへ行くんだ。こりゃなかなか通れねえぞ京太。はあ、危ねえ。大丈夫か。怪我はなかったか。何すんだよ。
わ、あの目は。オラが何にしたって言うんだ。もたもたするんじゃない。さっさと出て行け。求求你，请别撵我出去。うるさい。もうここは日本人の土地になったんだ。我想住下去，就住在这里。要是离开这里，我会死的。何をごちゃごちゃ言っとる。さっさと行くんだ。ママ、もたもた歩くんじゃない、急げ。あの、お前たち義勇隊の者か。はい。ああ、すまんな、通り道を邪魔しちまって。いえ、あの、何なんですかこれは。ああ、この場所に日本人の病院ができるんでね、こいつらには出て行ってもらうのさ。どうした、京太、さっきからずっと黙って。いや、別に。もし俺たちのもらう土地もあんな風にして取り上げた土地だったら。京太、この前の手紙では満州で元気に頑張っている様子。安心した。オラは今学徒勤労動員で駅の機関庫で働いている。まだ学生なのに兵隊になって戦地へ向かう人たちもいる。日本はどんどん底辺になっていくようだ。ケンジ、満州に冬が来た。気温は零下40度にもなって、日本とは比べ物にならない。オラたちは家畜の世話をしたりして頑張ってる。何やってんだ、純平。だってこいつ、やめろよ、何すんだよ。やけに気に入られちまった。義勇隊の少年たちがとってもつらかったのは、雪の中での軍事訓練で来る日も来る日も続きました。脱落者も出てきました。全体止まれ。よし、今日はこれまで。明日もまた雪中行軍を予定している。あ、田中、どうした、しっかりしろ。準備、しっかりしろ、準備。逃走になるぞ。準備、大丈夫か。蹴りてえよ。ほら、もう蹴りてえよ。純平。母ちゃん。母ちゃん。母ちゃん。ケンジ、満州の春は綺麗だ。広い草原には春と夏がいっぺんに来たように色とりどりの花が咲き出すってなわけなんだ。面白いだろ。いろんな花を見ていると村のことを思い出す。おめえと遊んだことやせっちゃんのこと。日本は危ねえぞ。京太、おめえの手紙にはのんびりしたことばかり書いてあるけど、満州は本当に平和なんか、本当にそんなにのどかなんか。
長休止。よし、みんな飯にしよう。おい、京太、おめえどう思う？うん？ここんとこ畑作業もろくろくやんねえで軍事訓練ばっかりじゃねえか。まるで俺たち戦争やりに来たみてえだ。ああ、ほんとだ。それによ、日本軍はもう南方へ移動しちまったって噂だぞ。一体どういうことなんだ？昭和20年8月9日午前0時、ソ連軍が国境を越えて満州に攻め込んできました。当時日本とソ連との間にはお互いに戦争をしないという条約が結ばれていました。しかしその条約はすでに何ヶ月も前に一方的に破棄されており、ソ連軍がいつ攻めてきてもおかしくない状況だったのです。ただしそのことを知っていたのは軍の偉い人たちだけで、一般の開拓団や義勇隊の人々には何も知らされていませんでした。みんなよく聞け。本日未明ソ連軍が黒竜江を渡り国境を突破した。これより我が義勇隊は日本軍のいる町へ向かう。全員駆け出し進め。急げ、全力で走るんだ。おい、見ろよ、あれ。ああ、燃えてる。どうしたらいいんだ。マジで、そんなところ、どうしたんだよ。どうしたんだよ。これより西を目指す。みんな、日本軍のいるところまで頑張るんだ。聞いたか、アメリカの新型爆弾。ああ、広島と長崎は全滅だと。本当にえれえこった。クジラ、僕の行け。お前は大丈夫なんか、京太。日本が終戦を迎えたのはそれから2日後のことでした。しかしその頃、義勇隊の少年たちは日本の敗戦を知る術もなく、ソ連軍の攻撃を避けてようやく移動を開始したばかりでした。そして各地の開拓団の人々も苦労してやっと生活できるようになった村を捨てて大きな町を目指して引き上げを始めていたのです。けれどもその開拓団を待ち受けていたのは想像を絶する苦難の道でした。この町もダメか。おい、あれはなんだ？でかっ！
開拓団の人たちだ。どちらから来られましたか。ええ、我々はここからずっと奥に入った長野県の開拓団です。ここまで来りゃ日本軍に会えると思ったのに。そうですか。我々義勇隊も別の町を目指して日本軍を探そうと思いますが、どこへ行ってももうダメかもしれねえです。国境の日本軍はほとんど撤退しまったって噂ですし、現地民の暴動があっちこっちで起こってるんです。日本人の開拓団村が襲われてるんです。オラたちのすぐ近くの村も襲われてほとんど全滅です。オラたちは取るものもとりあえず大急ぎで逃げ出してきたんですが、何しろ村の男衆はほとんどが現地徴収で兵隊に取られちまって、残ったのは女子供と老人ばっかりで、ここまで来るのがやっとで。わかりました。私たちも同行させてください。少しはお役に立てればと思います。なあ、なんで現地民がオラたちを襲うんだ。そんなこと知るかよ。オラなんとなくわかるような気がする。例に日本の役人が現地の人たちを村から追い出したのを見たろう。あの目だ。あの目はオラたち日本人を憎んでる目だったんだ。オラたちはあの人たちから奪った家や土地に暮らそうとしてたんだ。なのに五族協和なんておかしいんじゃないか。ケンジ、おめえの言った通りだったよ。この頃すでに満州では日本人と中国人との力関係が全く逆転していました。今まで日本軍の占領の下で虐げられてきた中国の人々の怒りが爆発したのです。そしてその怒りは全ての日本人に向けられたのです。置いてかれちまうぞ。母ちゃん、三つおが足痛えって。辛抱して歩かなきゃダメだ。さあ立って。大丈夫だ。スミコ、ミツオ、兵隊さん本当にありがとうございます。オラ鈴木京だ。兵隊でなくて義勇隊です。そうですか。私は河村スミコ。ありがとうお兄ちゃん。いや、ソ連軍の攻撃や
中国の人々の襲撃から逃れるために夜山の中をさまよい、飢えや疲労と戦いながら一行の逃避行は続きました。人々は馬車や荷車を捨て、その上手にしていたわずかな荷物も疲れのため捨てざるを得ませんでした。橋が落ちてる。なんてことだ。先生、こんなものが。これは日本軍の火薬袋だ。日本軍が近くにいるんですか。ああ、よかった。いや、おそらくソ連軍の進撃を阻むため橋を爆破したんだ。だからその爆破した日本軍が。日本軍はとっくに撤退している。当てにはできん。この渡れない橋が何を意味しているのか、先生にもやっと分かった。すると、オラたちは日本軍に見捨てられたってことですか。そうなんですか、先生。そんな、オラたち日本軍が守ってくれるっていうから満州に来たのに。オラたちや開拓団の人たちがまだこんなにたくさん残ってるのに、橋を壊して逃げたってことは一体どういうことです。お前たち、何も言うな。我が軍はここで戦ってないだけだ。どこかで必ず戦っている。必ず。お前たちに余計なことを言って心配をかけた先生が悪かった。先生。柱には無理だ。とてもこの川は渡れんの。ばあちゃん、じいちゃん、じいちゃん、行こう。ねえ、行こう。ほら、いい子になるよ。おめえはいい子だ。それに強い子だ。頑張って日本に帰るんだ。わしらはここに残ることに決めた。しかし、ここに残っても食料はないし、とても生きては。俺たちがおぶって渡るから。そうしましょう。ねえ、オラたち一緒だから大丈夫だ。すまねえ、気持ちありがてえが、わしら足手まといになるだけだ。このまま残していってくれ。ヤスも母ちゃんから離れるでねえぞ。麻子、わしらよりも生き残るお前たちの方が大変だ。頑張れよ。わしらの最後の願いだ。楽にさせてくれ。ヤスもおじいちゃんたちはな、これから魂になってお前たちを天から守るんだ。さあ、行くんだ。頼むから行ってくれ。
この橋のない川に挑んだ人々はなんと3人に1人の犠牲者を出してようやく渡り終えたのです。お母ちゃん、逃避行を続ける人々にとって食料確保の問題は重要でした。そしてそれ以上に深刻だったのは幼い子供や赤ん坊を守ろうとする母親たちでした。ああ、ここも先に来た連中がみんな取っちまってら、しょうがねえ、別のところを手分けして探すか。ああ。お兄ちゃん、いや、食えそうな草あったかい。うんうん、そっか、じゃあお兄ちゃんと一緒に探そう。はい。お、あったあったここにもほら、こんないっぺんになったぞ。オラもこんだけ。よし、じゃあこれは母ちゃんと三つの分だ。ありがとう。トミコ、トミコ、目を開けておくれよ。ごめんよ、ごめんよ、母ちゃん許しておくれ、トミコ。かわいそうに、お乳が出なくなっちまったな。あっちもこっちもそんな話ばっかりだに、赤ん坊が泣かなくなったらもうしまいだに。まずい。でもほら食うぞ。ほら腹減りすぎてうめんだがまずいんだが。何でも食えるだけマシじゃねえか。スミコ、お椀貸してくれ。タカを飲んでおくれよ。なんで飲まねえんだ、タカを。タカを。鈴木、出発だぞ。皆さんもすぐに支度してください。あの、申し訳ないが、皆さん先に行ってください。うちの子は足が痛くてまだ歩けねえみてえですし、うちらは後からついていきますで。そうですか。ではあまり遅れないように。京太、行かないのか。なるほど、俺たちも付き合うぜ。赤ん坊や子供を連れた母親たちにはそれはあまりにも過酷な旅でした。多くの母親たちや子供を持つ家族は徐々に集団から遅れ取り残されていきました。みつお、いてえか。ほら、こうすると少しは楽になんだろ。もうちょっと休んだら元気が出るよ。歩けるようになるよ。なんだかに蹴りてえな、母ちゃん。女性だ。デブ先だぞ。純平、おめえはスミちゃんと一緒にいろ。わかった。この先で現地民の襲撃があったんです。残ったのは我々だけです。先生、
チミンの村だ。どうします？引き返すしかないだろう。私たち本当は日本人見かけたら他の中国人の仲間かソ連の軍隊に知らせることになってますけれど私たちあなたたちが大変な思いしてるのにそんなことはできない。開拓の土地を失ったあなたたちがどんな辛い思いをしているか私たちにはよくわかります。私たちも前に自分たちの土地や家を日本人に奪われ追い出されたのです。高尾、高尾、召喚一下小孩子。高尾、死んじゃダメだ、高尾。何してんだこんなところで。母ちゃんがここで待ってろって。母ちゃんは昨夜高尾にお乳くれた人のとこへ。え、いつも一緒、私寝たふりしてたけど心の中でお別れを。スミちゃん、疲労と飢え、そして命の危機にさらされた母親たちは、せめて幼い子供の命だけは守りたい、生き延びてほしいという切ない願いで中国人に我が子を託しました。こうして中国の地に残された子供たちは後に中国残留孤児と呼ばれ、その数は数千とも数万とも言われています。あれは日本人だ。開拓団の村だ。ここの開拓団の人たちはもう引き上げた後で
今ここに集まっている人々は皆より奥地の開拓村からやっとたどり着いた人々でした。この開拓団跡は水も食料も豊富で、京太たちも久しぶりの休息を得たのです。しかしこの村はすでにソ連軍に包囲され、なんと明朝には総攻撃を受けるところだったのです。では皆さんの意見をまとめると、脱出組、自決組、そしてその時間稼ぎのための切り込み隊の3組に分かれる。行動開始は敵さんの総攻撃前、こういうことですね。ちょっとすいません、敵さんは正規軍が相手のようですが、どうして？それは不時着したソ連の飛行機を我々が襲い、乗員を殺したからです。なぜかというと、ソ連の兵隊たちがしつこく女狩りに来るので、みんな先立っていましたから、つい殺してしまいました。我々はこの開拓村を死に場所に選びました。あなたたちを巻き添えにするのは気の毒ですが、切り込み隊に何名か出してください。もちろん無理にとは。わかりました。その切り込みを手伝わさせてください。あとはそれぞれの責任でお願いします。解散。自決組は馬小屋に集まってくれ。脱出組は西の裏門へ集まってくれ。明朝ソ連軍の総攻撃があるという、我々の任務は切り込みと決まった。脱出組、自決組のための時間稼ぎが目的だ。自決組の度胸が始まったら南門から出撃する。漢字財宝作業人犯者スミコ、スミコ。ずっとついててあげたかったんだけど、いいかい、夜が明けるまでにできるだけ遠くへ逃げるんだ。分かったね、京太兄ちゃん。オラはこの時、本当におかしいことだけど、切り込むということはオラが死ぬということだと初めて気づいたのです。さよなら、スミちゃん。みんな聞いてくれ。私は軍人ではない、教師だ。だが故あってこれから切り込むため軍人になりきるつもりだ。しかしその前に教師として最後にやるべきことをやらねばならぬ。これから私の言うことは遺言であり絶対命令だ。逆らう者は切る。お前たちはどんなことをしてでも生き残れ。そして必ず誰かが我々のことをこの満州で見聞きしたことを祖国日本に伝えてほしい。日本国の歴史に我々義勇隊や開拓団の生き様、死に様を残してくれ。以上で中隊は解散する。俺は我々を守ると嘘をつき、真っ先に逃げ出した日本軍になり代わり、寄進となって働いてやる。中隊長先生、鈴木京太をお供させていただきます。バカを。兵ごとき俺一人でたくさんだ。それより必ず生き延びろ。わかったな。みんなですぐここを離れろ。では行くぞ、さらばじゃ。Shut up!
にちは。賢治さん。母さんがぼたもち作ったから食べてくださいって。いつもいつもありがとうさま。どこのうちもみんな底辺だっていうのに。いえ、京太からはまだ何にも。何も音沙汰がねえです。戦争が終わったってのに、まさか満州で。大丈夫ですよ、おばさん。京太のやつ、ちっこい頃からガキ大将で、何があってもへこたれなかった。帰ってきますよ、必ず帰ってきますよ。頼みにしていた日本軍に見捨てられた人たちは、必死の逃避行の末、各地の都市やその周辺に作られた収容所に集められました。しかしその収容所はこの世の地獄でした。飢えと寒さに加えてチフスなど病気が蔓延し、なすすべもなく死んだ人の数は逃避行の時の死者を上回るほどでした。今朝は一人だけか。少ないに越したことないよ。京太、ほらこのまま店に行くから、順平頼むよ。ああ、任せといてくれ。ゆうすけ。ん？おめえにばっかし働かせて悪いな。逃避行の時のこと思えば、働くことなんて何でもないさ。じゃあな。暗くならねえうちに帰ってこいよ。純平、今朝は水が湯だけだ。悪いな。あ、京太。夕方になったら、ゆうすけが何か持ってきてくれるよ。それまで我慢してくれよな。世話かけちまって悪いな。でも、体だいぶ良くなったから、もうすぐ俺も働くよ。まあ、純平は無理すんな。そのうち、オラが。例の食料倉庫から、たんまりいただいてくるから。ユースケ、どうした？ユースケ。京太、俺もチフスにかかっちまったみてえだ。ユースケ、しっかりしろ。今朝はあんなに元気だったじゃねえか。ユースケ、頑張ってくれよ。一言も言わずに死にやがって。オラが生き残ってユウスケが先に死ぬなんて。おめえだけはオラより先に死なないでくれよな、京太。おめえの名前、京太っていうのか。もしかして鈴木京太か。ああ、オラは鈴木京太だけど。じゃあ河村澄子を知ってんだろう。おめえ澄ちゃんを知ってるのか。ああ、一ヶ月ぐらい前にマント屋で一緒に働いてたんだ。その時おめえを探してるって聞いたんだ。それじゃあスミちゃんはそのマント屋にいるのか。いや、途中から来なくなった。でもあの子の入ってる収容所なら知ってるよ。教えてくれ、どこの収容所だ。Yeah!
そっか、おばさん死んじまったのか。かえそうに。スミちゃん、本当に一人ぼっちになっちまったな。それにスミちゃんもかなり具合が悪いみたいなんだ。あのまんまじゃ。京太、あの食料倉庫やろうよ。な。たくさんかっぱらって、スミちゃんに腹いっぱい食べさせよう。そしたらきっと元気になる。